はい、どうも皆さん、こんにちは。新たなサルタのダッススクレットになりました。やっとですね、さあ、エアポッツがついておりましたけども。さあ、今回はですね、見てまいりましたというところでございます。ちょうど昨日、スッキリに、BE:FIRSTのメンバーの方たちが出演されてということで、初めてのね、テレビ番組に出演と、そして生パフォーマンスというところでございましたけども、いかがでしたでしょうか？ってかね、僕の感想ですけどもね、いや、素晴らしかったなって思いますよ。本当にちょっとドキドキしてしまって、朝も、レオくんがね、1時に起きてしまいましたっていう話してましたけど、僕もちょっとね、緊張して7時ぐらいに起きちゃいましたね。いつもはもうちょっと遅いんですけれども、その日も、その前の日にちょっとな、長めのお仕事をやってたので遅かったんですが、もうちょっと早く起きてしまって、もう7時ぐらいからなんかそわそわみたいな感じになって、ついね、ついにと言いますか、9時15分ぐらいかな、そのぐらいだったかな、もうちょい早かったかな、始まったというところでございまして、皆さんがね、こう、どうもよろしくお願いしますって、こう、マイクを持ちながら出てきたときに、まず僕が思ったのは、ハンドマイクやっていうところなんですよ。おはようございますって入ってきたんですよ。こっちじゃなくて、こっちで来たっていうところで、あ、今日、生歌なんだっていうところでもうちょっとワクワクしちゃうというか、で、やっぱ皆さんのこう、おはようございますっていう風に出てくるその笑顔ですよね。7つの笑顔が輝かしくこう、出てくる感じ、スタジオに出てきて、皆さんがね、わーってなって、おはようございますって、おーみたいになってくる、その加藤さんとのやりとりも含めてですけれども、非常に、あ、ついにここまで来たんだな、彼らはっていうところを感じてしまいまして、まあついにって言っても僕はその途中から見てる人間なので、その過程というものをですね、いろいろその、まあファンの方たちは長く見てきてるので、よりその思いも強いんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、僕もなんかその途中から見てる感じでも、ああなんか本当にここまで登り詰めたんですね、みたいな感じはちょっとありまして、グッとくるものがありましたね、朝からね。で、まぁ、ちょっと正座してね、待機しながら見ていくっていうところがありまして、まずはまぁそのお話をしていくというところで、加藤さんとのそのやりとりも、加藤さんも加藤さんでやっぱり、めちゃくちゃ本人たちに聞きたいことあるよな、みたいな。スタジオにいる方たちもそうですし、今までこう、映像を見ながら応援していくっていう方だったと思うので、おそらく加藤さんももう一ファンなんじゃないかなっていうふうに、思っちゃうぐらい、なんかこう、熱量を持って、ファンの方じゃない、そのメンバーの方たちと接してくださってるなと。例えばその、竜兵くんとか、まだそのお話しするときに簡潔にトントントンっていうんじゃなくて、自分の気持ちを一生懸命やっぱこう伝えようとするっていう、僕その姿がやっぱ素晴らしいなって思うんですけども、加藤さんがしっかり、おうっていう風に、話を聞いてくださってたんですよね。おそらくその娘様がいらっしゃる、お子様がいらっしゃるっていう話だったので、同じぐらいの世代なのかもしれないですよね。っていうのもあって、何かその、若いけれどもアーティストとしての、まあ、一面もありつつ、なんかその後輩じゃないです。もう後輩というかもう、その若い、その次世代アーティストの方への接し方みたいなところに愛を感じたので、なんか見ててよかったなというふうに思ったんですよね。もうそれもまんべんなく7人の方たち全員に、愛おしい眼差しみたいなものを配っていただいたような気がしたので、とてもなんかいいムードだったなというふうに、全体的なあのスタジオの空気感ですね、すごく良かったなというふうに思っております。で、皆さんのね、お話を聞いていきながら、改めてこう、みんながデビューしたということに対してドキドキしてるとか、まあ整体に行ってみましたとか、お寿司を食べましたとか、そういうたわいもない会話っていうところから少しずつ見えてくるメンバーの方たちのそのキャラクターみたいなところもそうですし、あ、前日ってやっぱ緊張するんだなとか、みんなこう、笑顔で話していたけれども、内心すごい裏でドキドキして待ってたんだろうなとか、スッキリさんもあれ、入り時間結構早いらしいので、9時何分に出演でなったら、普通の感覚だと、まあ1時間前ぐらいに行けばみたいな感じだと思うんですけど、テレビって結構早いんですよ、現場が。もう3、4時間前ぐらいに入んなきゃいけなかったりとかっていうのは、結構ザラにあるところでもありますので、本当に、レオくんが言ってたような、朝早く起きちゃったっていうのは、1時に起きたっていうのは多分目覚ましを2時とか3時ぐらいにかけて、みたいなところだと思うんですよ、お話的には多分。本当にそのぐらいに起床して、朝の番組の準備して、スタジオにして、挨拶して、なんだかんだっていうのを多分やっていくっていう風になると、結構やっぱ現場としては早いんですよね。お疲れ様でございましたというところでございますかね。はい、という感じで、今回はですね、BE:FIRSTについて、僕も、あと再生回数ですね。1000万回はいかなかったですけれども、僕の中では730万回だったかな。もうね、これ素晴らしいことなんですよ。目標設定として、まあ分かりやすくキリのいい数字で1000万というのを出しましたけれども、そこに向かって一生懸命こうみんなで回していくっていう今回プロセスを体験できたっていうことが何よりも素晴らしいことですし、
まあ、冷静に考えて730万回再生ってすごいことなので、本当に1000万回はあくまでも目標です。行かなきゃいけないものとかっていうわけじゃなく、1000万回は目指すっていうところで、みんなの分かりやすい目標に1個とこう見ていこうみたいなところがあったので、まあ、とりあえずその730万回というところで僕は本当に大あっぱれだなというふうに思います。まあ、引き続きね、1000万回という数字は1個目標にしていきたいところはありますので、回していければなというふうに思ってますけどね。はい。というところで、今回はパフォーマンスについてのお話と、まあ、あと歌についてのお話と、あとは僕の中で周りの方たちにちょっとお話を聞いてみて、スッキリ見ましたみたいな、見てくださいみたいな話もしていたりとか、まあ、ミュージックビデオもいろんな方たちにこう見ていただいている中で、まあ、いただいたコメントだったり反応みたいなところもお話ししていこうかなというふうに思いまして、まず、本当に今回パフォーマンスの評判が良かったんですよ。びっくりするぐらい。生歌っていうところもそうですし、あとはそのダンスの面で非常にやっぱり実力者たちが揃ってるねというところ、技術力がこんなに高い踊りができるんだっていうふうに改めて驚いてる方が多かったんですよ。っていうのは何かっていうと、ミュージックビデオって基本的にはアングルパッタタタタパッ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 って変わるので、ダンスのその実力をしっかり丁寧に見たい人にとってはもうちょっと定点で見たいなんて、だからあわよくばプラクティス動画とかそういう領域になってくるんですけれども、今回スッキリさんで踊っていただくときに、一個はそのカメラのが、なんですかね、映像のその質感っていうものが、テレビのカメラって基本的にはダンス映えするカメラではないんですよ。もうちょっとその荒っぽくしたりとか、フィルターかけたりしてダンスがかっこよく見えるように演出をしていくっていうのがミュージックビデオになるので、正直テレビで生パフォーマンスっていう風になると、ダンスの凄さってちょっと半減しちゃうんじゃないかなっていうぐらいのものがあります。距離感もすごく遠くなってしまって、ちょっと本当に実力ないと難しい部分があるっていうのに対して、その生パフォーマンスっていう映像ですね、テレビカメラで撮ったものでめちゃくちゃ良かったっていう風になってるので、これは届いたぞっていうところがあります。で、とりわけダンスブレイクですね、まずソータ君に僕はあっぱれだなという風に思って、よくぞあのステージで、確かなヒットですね。もう一個一個ゴリゴリにヒットが入ってたので、もうその感じゴリンゴリンゴリンっていうのが映像でちゃんと伝わってきた。これはすごく難しいです。ダンスを踊ってる方たちにはもう共通していることなんですけども、ヒットっていうものを、ボンっていうものを映像で見てる人たちに間接的に届ける、その凄さを届けるのが一番大変で、生で見ていただくと本当にこれ不思議でってなるんですけど、映像だとね、本当にあれなんか弱いみたいな風になっちゃうんですよ。で、映像越しに強いってことは、生で見たらそれの 1.5 倍から2倍ぐらいの強さに見えるので、ソータ君マジでやばいと思うんですよ。だから生で見てるそのスカイハイさんたち含めメンバーの方たちは、ソータ君のその凄さっていうものをずっと肌でピリピリ感じてるんじゃないだろうかっていうところも感じながら、羨ましいなと思いつつも、今回のこのパフォーマンスについてめちゃくちゃ、功績がある方だなというふうに、なんかそのテレビという番組でソータ君がセンターであそこでゴリゴリにヒットを打ったことによって生まれた BE:FIRST への信頼度っていうものは確かなものがあると思います。僕ダンスブレイク終わった後に思わず拍手しちゃって、すごすぎるみたいな、本当にやばい。で、やっぱりそのソータくんだけにスポットが当たるのではなくて、周りにいる方たちも同じ速度で動いてくるじゃないですか。最後のこの部分とかそうですけれども、あの質感まで綺麗に揃ってるっていうところで、こんなにすごいセンターの人がいて、周りパッて見た時にみんなが同じだけ揃えていて、同じだけのクオリティを出してきてるってことは、このチームすごいよねっていう風にちゃんとこう、道筋が立ったんですね。だから今回のスッキリのパフォーマンスが一番おそらく説得力があるんじゃないかなっていうふうに思いました。ミュージックビデオはもちろんいいんですけれども、それ以上に難しい環境の中でちゃんと見せきれたっていうところが僕は何よりもすごいことだと思ったので、この点についてはぜひ皆さんもう褒めに褒めたたいてあげてほしいなっていうふうに思うところです。はい。で、歌い出しっていうところで龍平くんが歌っていくと、もうつかみからして素晴らしかったですし、その歌声、そして身長が180センチ超え、そして14歳ということで、本当に実直な謙虚な、もうなんかこう、いや自分は本当にっていう、そのなんだろうな、まっすぐな雰囲気が漂ってくる彼が
歌った時にこの歌かみたいな、めっちゃいいじゃんつかみがで、マンネラインっていうところでなんかその出だしをつかんでくるからのジュノン君へのその歌のバトンの渡し方っていうところ、ジュノン氏よかったよ、歌が本当に生歌で、だからその例えばですけど、まあみんなそうですけど、劉平くん、ジュノン君で、あとはレオくん、シュント君、あとリョウキ君ですね、うん、で、ソータ君で、あとマナト君で全員か、あの各パートにおいてしっかりと歌を見せ切ったっていうところ、生歌でマイクを持って、これも実力がもうもろに出るというか、生放送ってなるとやっぱ緊張もしますし、朝なので体も動かしにくいし、その声のね、喉の調子とかももしかしたらあと3時間ぐらいしたらもっと良くなるみたいなところもあるかもしれないんですけども、あの朝の番組でしっかりと歌を見せ切った、そしてあの速いダンス、あの力強いダンスしながらあの歌を出したっていうところが本当にすごいことだと思いましたね。なのでダンス歌っていうんじゃなくても、これセットで語んないとダメだわこのチームっていう風にもう見てる人たちが思わざるを得ない状況になってしまったっていうところも含めて素晴らしかったと思います。で、あとね、シュント君の A メロの後半部分だったかな、シュント君パートあるじゃないですか、見せてくるやんっていう、もうやっぱテクニシャンだから、そのあっていうその歌い方のちょっと声をかすれさせるような感じとか、今僕ボイストレーニング通ってるというか習ってるので、オンラインで歌についてすごく今学んでる最中なんですけど、学んでて余計に彼らのそのボーカル力の凄さがわかるというか、本当にうまいで、とりわけシュント君はマジでうまいなっていう風に思いました。今回生パフォーマンス見て、もうその瞬間やばみたいな瞬間がたくさんあったなっていう風に思いますね。で、またジュノン君につないで、サビのところでマナト君というところですかね。いやー、もうマナト君の安定感、そしてビジュアル力、お目がクリクリッとしてて、でしかもちょっとこうやりとりもね、加藤さんの中で温かい流れがあった中で、あの歌唱力、そしてパフォーマンス、ダンスっていうところになってくるので、ますますちょっとファン増えちゃうんじゃないだろうかっていうところは感じます。可愛いのにやっぱ男らしいというか、かっこいいというか、クールというか、プリティとクールをちゃんとこう持ってるっていうところで、少し、K-POP アイドルの雰囲気に近いのが、あるのがマナト君かなっていうふうに思ったので、その点も含めて僕はすごく、これからファンダムを増やしていく中で、マナト君のあのキャラクター、そしてビジュアル歌唱力、パフォーマンスっていうのは大事になってくるんだろうなっていうふうに思った次第でございます。はい。で、りょうきくんですね。りょうきくん。もうなんかあの、本番、生放送にもかかわらず、なぜあそこまでやっぱりこう自分を出すことに積極的になれるんだろうかみたいな、全く緊張感みたいなものを感じないですし、なんか、いろんなステージ立ってるやつ見たんですよ。で、インタビューじゃないんですけど、なんか最初にちょっと喋ったりするやつとか見てて、本当に堂々としてるなというか、まあもちろん緊張もされてるとは思うんですけれども、本番にとにかく強い方、ああいう方がいると現場でどんな今回化学反応を見せてくれるんだろうかっていうワクワクをもたらせてくれるので、りょうきくん見てて、あ、次りょうきくん来るっていう時にちょっと前のめりになるんですよ。で、どんなアレンジを加えてくるんだろう、どんなアドリブな表情を見せてくれるんだろうっていうところに楽しみが湧きますし、それが BE:FIRST っていうチームの一個の実力っていうところの柱になるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。毎回毎回同じパフォーマンス、同じクオリティでとかって言うんじゃなくて、常に新しい風をこう窓を開けながら取り入れてくれるっていうのが多分りょうきくんのポジションなのかなみたいな。シュート君も結構近いんですけど、でもりょうきくんの方がもうちょっとやっちゃい感があるので、そういう意味でもうどん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 いろんなことをこれから試していくんだろうなっていう風に思いますし、描いてるところもちゃんとそのね、ジーガラボンさんっていうところがありますので、お手本としてそのモデルも含めて非常に期待していきたいなっていうところでございます。はい。で、からのレオくんかな。レオくん今回見ていて歌の安定感っていうところを僕の中ではかなり確かなものを感じたというか、歌もダンスもかなりマルチにこなせるタイプであり、安定していって、なんかこうとりわけ突出して何かをグンってやるわけではなくて、チームの割とパフォーマンスにおけるベースを作る人だなっていうところを今回改めて感じましたね。あの MC の時にしっかり支えてるのもそうですし、パフォーマンスでもやっぱだいぶ支えてる部分があって、レオ君と一緒にパフォーマンスすることによって得られる安心感、安定感っていうものは多分メンバーの方たちが一番感じてるんじゃないだろうかっていうふうに思うところがあります。で、レオ君自身もメンバーをちゃんと信頼してるからこそ
自分の役割っていうものに対してすごく客観的に見れてるんだろうなっていうのがあるので、なんかこうおらーって言って突進していく、もう切り込み隊長みたいな涼希くんとかマシュント君とか、ああいう感じの方たちを後ろでしっかり支えて見ながらそこに援護をしていくみたいなタイプだなっていうふうに思ったので、まさにまあ縁の下というか、もちろん表には出てるんですけど、僕らの見えてないところで、サポートしてる部分って非常に多いんだろうなっていうふうにちょっと思った次第でございます。はいですね。もうね、レオ君良かった。あと裏声のパートの部分もすごく良かったですし、はい。で、そこからラップパートに入ったかな。ソータ君ね、ラップ安定感あってリズム感が本当に良くてグルーブも乗っていて、それが声だけじゃなくて体でもやっぱこう出てくるっていうところに、音との一体感っていうもののそのシンクロ率の高さみたいなものを感じましたね。本当にうまい、音へのアプローチの仕方が。で、ラップの部分の、ちょっとこうグッってひっくり返すような歌い方の部分がこう下から上げてくような歌い方ってあるらしいんですよ。先子先生に聞いたんですけど、そういう感じをちょっと意識して聞いていたら、やっぱそういう風に歌ってんなみたいな、でそれが体にも出てんなみたいな、一体三位一体みたいになってて、いやすごい。で、ダンスもうそのダンスブレイクっていうところになった時にしっかりと引っ張っていってるっていうところもあって、これは本当にあっぱれでござるっていうところはございましたかね。待ってね、ここからはいただいたお話の部分になるんですけれども、あれ全員話したよね、でスカイハイさん出てきたお話も良かったですよねっていうのはあるんですけど、初めて見た方たちの中で、あ、BE:FIRSTってこういうそのプレゼンテーションされて聞いて、あ、そういう人たちなんですねって言ってパフォーマンスを見た時に、良かったポイントはまずやっぱダンス、そして歌。僕が今言ったような内容は、皆さん口々におっしゃっていたんですけれども、同時に気になる部分というか、これプラスアルファで、かなりその通りだなって思った意見が、ハイトーンボイスの持ち主っていう感じでジュノン氏が歌われてたじゃないですか。そこに対して今回楽曲の中ではまだハイトーンボイスが封印されている状態なんですね。っていうのもあって、これからのその楽曲の中でおそらくジュノン君だったりとか、まあジュノン君がメインになるのかな、ジュノン氏、まああとはリュウヘイ君とかになるのかなと思うんですけれども、ハイトーンボイスができる人のハイトーンのパートをちゃんと用意していくっていうのは、これかなり大事になってくるねっていうお話をされている方がいらっしゃって、音楽関係の方だったんですけども、そういう見せ方、メンバーの声の特徴に合わせた楽曲の方向性っていうものがこれからどん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 見えてくるんじゃないだろうかっていうのと、そこを期待していきたいっていうふうにおっしゃっていたので、そこは確かにそうだなみたいな。ジュノン氏の歌を僕ね、もっと聞きたいなというふうに思えた次第なんですよね。それはジュノン氏の歌がっていうよりかは、メンバーの方たちのボーカル力が高いので、もう一個上に人ゴンって乗せられるよねっていう。で、そこ乗せて、周りの方たちもしっかりそこについていくっていう風になると、全体のボーカル力も上がると思うので、多分次はハイトーンのパートをちゃんと用意してくださるんじゃないだろうかっていう風に思ってる次第でございますと。で、ね、BE:FIRSTごっこっていうのは僕の中で非常に、つぼりました。っていう風になってくね。あの感じ、ああ、そうか、こうやってみんなで身内でワイワイしていくっていうところが、実際のみんなで生活していく中に取り込まれていたんだなっていう、だからこそのあのみんなのチームワークだったんだなっていうところは改めて感じましたし、それがちゃんとこう加藤さんとかにも楽しんでいただけるというか、周りの見てる人たちもその身内のノリにちゃんと入っていけるみたいなところは僕の中ではすごくいいなというふうに思ったので、今回その受け答えですかね、パフォーマンスする前のインタビューの内容とかも踏まえて、非常に僕はみんながナチュラルに受け答えもできて、いい空気を全員で作れていたんじゃないだろうかっていうふうに思って、素晴らしかったなっていうふうに思った次第でございます。まあ先ほどの話はプラスアルファでですね、より、BE:FIRSTというチームが高みに行くっていうところに向けての、まあ一個アドバイスといいますか、こういう意見が結構出てきたなっていうところのお話と、まあ良かったところですね。もう良かったところがたくさんだったので、もう引き続きこのまんま行っていただきたいなというところでございますかね。はい、ということで僕はね、またこれ収録が終わって、編集が終わったらですね、ミュージックビデオを回していきたいなというふうに思ってますよ。皆さんもぜひよろしくお願いします。はい、ということでいかがでしたでしょうか。リクエストや質問などありましたら下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ、つい。